こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。センターシリアルのビデオ、シャープ7ですね。近況と雑談みたいな感じで、ダラダラと、進行していきたいと思います。どうもよろしくお願いします。はい、お願いします。ダラダラと。はい、ダラダラと。前回いつでしたっけね。なんかね、ここ最近毎日ビデオ撮りしてるので、私の方は。なので、ちょっともう、日にちの感覚が麻痺してますけど、2週間ぐらい前じゃなかったですか？ああ、ちょっと待ってくださいね。そうですね、ちょうど2週間。10日なので、はい。はい、2週間ですね。はい、なんか、もう、ずいぶん昔のことのような気がします。いや、松岡さんはそうじゃないかもしれないですけど、私はビデオ撮りはもう、なんかもう、しまくってるので。はい、自己紹介ですけども、画面出てますけども、松井と言います。キキョという名前で活動してます。で、あとはこんな感じで、主にツイッターでつぶやいてますので、よろしくお願いします。マイクロソフトの MVP、あとスクラムの、あれですね、サーティファイ持ってます。で、センター CRの、主催をやりますね。で、技術の方面としては .NET 系、C シャープとか F シャープとか、IL、メタプログラミングとか、そのあたりが得意です。あと自転車乗りですみたいな感じでよろしくお願いします。うん、はい、私の方は、松岡と言います。同じですね、愛知県の方にいます。で、Twitter アカウントはこちらにあると、12って言ってます。はい、今年から MVP ということで、Windows デベロップメントですけども、はい、主にデバイス関係を興味があってやってると。はい。はい、来ました。はい。で、今日は、ここで書いたように、近況&雑談なので、資料は何もないです。アジェンダなし。でも、松井さんの状況はあれですよね、はい、ビデオで公開されてるから。そうですね。そのあたりも含めて、ちょっと雑談みたいな感じにしましょうかね。そうですね。はい、で私の方はもうなんかそういう意味で飽きかけているので、松岡さんのお先に聞きましょうか。それはお互い相手だ、相手だ。ですね、前回が、10日でしたっけ。そうですね、ちょっとブログを見ながら、これか、違うな、そうです、つなげないか、つなぎましょう。ここ後でカットします。いいんじゃないですか。線繋いでなかった。あれ線どこに？ああ、じゃあ、線全くダメですね。そうか、あれですよね。ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。あれどうしたっけ？さっき見てた。これなんとこれでもない、これでもない。ああ、だった。今日誰が見てた？これ撮る前にずいぶん話してたけど、全然準備してなかった。あ、じゃあこっちは、すみません、これ違うわ。これ違う。あ、そうだ、1年前の変換だ。どうしたんだっけ、もう忘れかけてる。これもそうじゃないですか。いや、違うんですよ。そういうアダプターがあって、これか。あ、これだ。これだ。エチレンが。はい、はい。で、あと、ケーブルがあるんですね。ケーブルはここに。で、それを、はい、こんにちは。あとはそっちもいきます。4番に入れます。しといて、上にすれば必ずカメラになる。ってこと前提で、PC が2と4を押せば切り替わる。赤がついてるやつ。ちょっと色変えました。なんか紛らわしかったの。この方がまだちょっとマシな感じがする。じゃあちょっとブログを見て、はい、ちょっと思い出す。
しながらってたんですけど、あ、大丈夫ですね。はいはい、はい、そうですね、前回は、IoT エッジっていうのを、うん、はい、あの Ubuntu で動かしましたっていうのをやってました、はい、でその後ブログの投稿は2つ上がってるんですが、うん、そうですね、ドットネットコアを、ビーグルボングリーンっていう、デバイスの方でちょっと動かすっていうのをやってます。はい、ちなみにビーグルボングリーンって見たことないですよね。ないですね。ないですね。名前は聞いたことありますけど。こういうシステム。はいはいはい。なんか見た感じはなんかこうラズパイというかっぽい感じですね。まあ、そうですね。なんか随分昔に流行ったんですけど、あのビーグルボードっていう、はいはい、Linux ロードとかがあって、その流れで、まあ、今でも、ビーグルボーンあるのかな、確か。ちょっと大きいやつ、ね、うんうん、で、ビーグルボーンっていうのはちょっと小さいサイズのものです、うんうん、あ、じゃあビーグルボードの方聞いたことあるのかな。ビーグルボードはそうですね、僕も、はい、買ってやってましたけど、で、まあでも、なんていうんですか、まあ一言で言うとラズパイ、身も蓋もない身も蓋もない超一言で言う。まあね、あのイーサネットもついてますよね、はい、イーサネットと USB がついてますね。そうですね、で、あの無線ものは一切ついてないので、Wi-Fi とか BL とかしか持ってない。あ、じゃあ、あの、はい、一部あの気になる方たちにも安心して使っていただく。あ、そうですね、はい、電波出ますよ。あとは、まあ、ストレージは、ホニャパイみたいなマイクロソフトなんですが、はい、オンボードであの MMC も載ってるやつで。あ、そうなんですか。お、はい、なので、え、MMC はどのぐらい、あ、いくつだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、見たら書いてあるかな。おお、箱が4ギガ、ね、おお、4ギガある、はい、おお、なるほど。で、これは N ネット互換ではないですね。これは普通にあの Linux が、あ、 Linux が互換ね、はい、あ、なるほど、はい、あ、いや、なんか N ネットだと4ギガってもうなんかもう無尽蔵だなと思ったけど、あ、 Linux 感は途端になんかああ少ないかみたいな。なるほど。で、裏に SD が刺さるから、まあ、SD をストレージとして使うようになんか、あの、マウントして使う。そうですね。でも多分そんなにあの、まあまあ、どういう使い方をするかっていうのがあるんですけど、はい、で、あの、その IoT Edge って、うん、まあ、前回は、まあ、あの、まあ、ちょっと使い方が分からなかったので、うん、はい、Azure 上に Ubuntu 立てて、そこでセットアップしたんですけど、はい、Debian、まあ、この BigBoneGreen の、あの、うん、オフィシャルデビアンなので、デビアンで動くかなっていうところと、あとこういう物理的なデバイスだとローカルに設置しやすいので、前回は入れ方をちょっと Azure で試して、で入れれたんで、手元で動かすようにもやっていますと。そもそも、IoT コアっていうのは何なんですか？すごいですね。いや、あの、まあ、なんかそういうツッコミをしながら、まあ、実は僕は知ってるんですけど、一応なんか、あのね、見てる方たち、IoT コアとか、じゃあ、IoT コアとか、なんなのみたいなのがあるような気がするんで、そうですね。まあ、さらっと。これもちょっとね、話すと長くなっちゃうので、はい、ブログにもちょっとだけ紹介を、ああ、こちらですね。あ、こちらです。はい、IoT Edge っていうのは、うん、あの、その IoT のデバイスと、うん、Azure 側、はい、まあ、バックエンドですね、はい、あの間を、まあ、あの中継するとか、はいはいはい、あのもしくは、まあ、状況によっては、クラウドで動いているものをオフロードして、うん、あのそのローカルに近い場所で動かすっていうもので、うんうんうん、あのちょうどビルドの2017の時に、うん、あの発表になったものです。うん、で図でいうとここにあるような感じで、まあ、左がデバイスで、うん、はい、で右側のクラウド側なんですけど、うん、ちょうどここの間に入るものが、うん、まあ、予定位置と位置づけ、うんうん、なるほど。今はまだ、ちょっと開発している途中の状況で、あの、もともと計画されている機能が、まだ十分に入ってないんですけど、うん、はいはい、
まあ、今熱心に、うん、あのいろんな方がコントリビュートされてやってる感じなんですけどね。ああ、間に置くことでどんなメリットがあるんですか？なんていうんですかね、その要はセキュリティをこう担保した、要はインターネット側にデータ出したくないっていう場合とか、あとはその、デバイス側のパフォーマンスを高くしたりとか、はいはい、っていった場合に使いますね、うんうんうん、このあたりは多分ね、ググっても全然出ると思います。ググれたさんあ、ここにも書いてありますね、バックエンドの分析をオフラインでやりたいとか、通信コストを下げたい場合に使われますと、はい、わかりました。でまだちょっと新しいものなので、どうやって動かすかっていうのも、これが今のビーグルボーンの上で動く、あ、そうですね、動かしたいなと思って、うん、一応、Linux サポートしてるので、はい、やってみました、はいはい、的なことをやってました、うん、動いたんですか？あ、で、あ、ごめんなさい、これ、そう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 、で、そうなんです、ビーグルボーン上で動かすのは全然サクッと動きました、はいはい、で、じゃあ動いたんで、その、IoT エッジ上で、自分オリジナルのプログラムが、うん、まあ、作れないかなっていうふうにこういろんな言語で開発ができるんですけど、と思ったんですけど、まあ、標準的には C 言語で開発する、C 結構辛いので、はい、C いいじゃないですか、 C いいですけど、まあ、まあこうあまりフレンドリーな感じで、まあそうですね、C はダメでクソ言語です、ね、いや、それで今だとその Linux 上で .NET、うん、まあ、.NET Core っていうもので、はい、.NET で開発ができるということなんで、はい、まあ、それをちょっと試しています、うん、で実際やってみると、なんですかね、今の .NET Core は、Linux まだ、うん、あ、Linux でも、この BeagleBone Green ってあの ARM なので、うん、はい、で ARM がまだ対応してなくてですね、うんうん、あれ動かないなみたいな、そうなんですか、はい、で .NET Core ってまあ一口で言っても、はい、まあ、ツールも含めてですけど、はい、中身がその .NET Core Runtime と、はいはいはい、.NET Core SDK、はい、あと、ID のツールと分かれてまして、はいはい、でそのうち、.NET Core Runtime は、うん、ARM 対応している状態なんですけど、はい、他の、まあ、.NET Core SDK なんかはまだ対応してないので、うん、なんですかね、手順通りパパッとやっても、うんうん、あれ動かないぞみたいなふうにちょっとなってました。ARM ってまあ何かいくつか種類がありますよね。はい、今対応しドットネットコアが対応してる ARM は何か1種類だったような気がするけど、それに該当してなかったってことですか？ARM HF、いやドットネットコアの、うん、SDK は ARM 対応のものはまだ出てないですね、はい、あ、そうか、 SDK としてまとまってないってことですね。そうですね、 SDK がまだ対応してる。いや、僕はなんか当然それはなんかマスターからクローンしてきてビルドするんかと思ってましたあれおかしいなとか思って今話聞いてたんですけど、どうも、まあ、今は .NET Core のランタイムだけに関しては、はい、なんか有志の方かな、はい、なんかそのラズパイで動かすっていうことをやられていて、うんうん、はい、でそれが一応使える、使えるかも早くされて、はい、で今回この、BeagleBone Green では、うん、この、まあ、SDK は動かないので、うんうん、はい、ドットネットコアランタイムを入れて、うん、はい、ドットネットコア動くかなっていうのをちょっと見てみました、うんうん、あ、そうか、あ、それ問題なく動いたってことですかね。そうですね、動く分で、うん、まあね、あのベースが Linux で環境が整ってて CPU のそのアーキテクチャも合ってれば、まあ基本動くはずの話ですよ、ね、そうですね、そうですね、うん、なるほどね、うんうん、あ、動いたーと、ああ、また画面出てますけどね、動いた、あ、いいですね、こうですね、はい、動いた、はい、ブログを見れば動くああ、なるほどね。そうか、
Linux がまあ動いてアーキテクチャ対応さえしていれば動く。あと、可能性としてはですね、全然サポートされてないアーキテクチャでも、確かまだ、完全削除してなかったと思うんですけど、ドットネットコアの、そのコア CLR の、インタープリターのコードが残ってるはずなんですよ、うん、これ僕前、前回のドットネットフリンジの時にその話をしたんですけど、基本的にインタープリターの実行エンジンとそれから JIT 要するに実行時のトランスレーションを行うそういう JIT コンパイラーを使って動くものとの2通りあるんですが、今もそのドットネットコアのチームがメインでそのメンテナンスをしているのはもう JIT だけで、でなんだけど、インタープリターの方はコードとして確か残ってるはずで、でそれ一応ね有効化もできるはずなんですよ。で僕の勝手な予想ですけど、予想では、ドットネットのその IL には一切手が加えられてないので、いまだに多分そのインタープリターが有効化すれば動くはず、うん、なので、ワンチャンとしてその全然対応していない CPU のアーキテクチャでも、まあ、ベースとして Linux とか、なんか Unix 系のその OS さえ動いていれば、なんか動く、まあ、インタープリターですけど、動くチャンスはあるかなっていうふうに思ってます。まあ、やるかどうかわかんないですけど。でも、例えば例を挙げるなら、その今言った ARM のアーキテクチャって ARM HF だけだったと思うんで、まあ、例えばラズパイの1とか、ワン使ってんのかみたいなのあるけど、ワンはちょっとあれですね、まあなんだけど、それのでもし動かしたいとか、あるいは MIPS 系ですね、 MIPS 系の CPU で動かしてみたいとかいうようなことがあれば、まあインタープリターを有効ができればなんか動くかもしれない。なんか全然あるんですよ、根拠ないですけど、あれですか、クーダコードに入って、はい、がっつり並列化とか、はいはいはい、考え的にはできるんですかね。並列実行できるのはメモリ配置まではコントロールできないから、まあそれは現実的じゃないっていうか、ね、それはつまり IL を CUDA に変換するっていうそれは変換はできると思うんですよ。インタプリタであればなんか大量並列実行はできるのは、ね、そういうことですか。夢が広がります。今そうやって愚痴で言いながら誰がやるんだそれみたいな。まあ動かしたら面白いかもしれないですけど、まあ確かね、あとボードがあったはずなんで。ありますよ、あります、あります。ちょっと完全に脱線してました。いや、108の TI もありますよ。まあちょっとそんなんで、はい、はい、なんかちょっとやってみないよ、 IoT Edge だったんですけど、うんうん、IoT Edge を C シャープで開発したよねっていう時に、うんうん、あ、ちょっと実は ARM では、うんうん、今こんな事情だみたいな、なるほどね、ありましたね。なんかあれですね、今なんか CUDA ともかく MIPS はね、ちょっと欲しいかなって気もするんですよ。実は僕オニオンっていうボードを持っていて、うん、であれ MIPS なんですよね。でなんか届いたのはいいけど、全くちょっと着手する時間がなくて放置してあるんですけど、あれ MIPS だったっていうのもあるし、あとね、まあうちのこの環境、ネットワークの環境のルーターにエッジルーターっていうのが入ってるんですけど、エッジルーターはね、いじれるルーターなんですよ、内部 Linux で、うん、で、そいつもね、なんか蓋開けてみたら MIPS になってきて、うん、ああ、そうなのみたいな、なんか MIPS で動く環境が整えれると面白そうだよなっていうのはちょっと思ってるんですよね。今のところなんか、全然やる気があるんだかないんだかわかんない感じですけど、うん、まあ余談、まあ今日はね、雑談だからです、ね、ああ、そうですね、MIPS つながりではないですけど、うん、が割とこう、好きなデバイスで、うん、こういう、TWE ライト、名前が聞いたことあるね、いうとこが販売してる、はい、無線のモジュールがあるんですけど、はいはい、うん、これ秋月さんとかで購入の時、はいはいはい、でこの中に、うん、まあ、当然 CPU が入っていて、はいはい、で外部の C のプログラムから、うん、この中の、うん、外部から C でこの中のプログラムを書き換えるっていうことができるんですよ。
あ、こう、これ、こう、このなんかワンチップみたいなやつで、そうだそうだ、おお、SDK がありました。合ってるな。どこに、ちょっと久しぶりでもどこにあるか発見できますけど。で、こいつがですね、うん、その CPU が、うん、ちょっと何かよくわかるんですけど、はいはい、オープンリスクって書いてあって、え、 CPU ですよね。はい。オープンリスク。はい。なんだそれは。ちょっと調べてみようかな。オープンリスク。リスクってあのシスクとかリスクのリスクですよね、きっとね。そうそう。ちょっと5164なんで。オープンライス。オープンライス。違います、あ、スペルが違ってた、リスクですね、あ、ありますね、お、え、ウェブのプロジェクトオブラフィール、ね、はい、あ、出てますよ、ね、画面あります、あ、画面ですか、うん、はい、はい、こうですね、プロジェクトオーバービューオブザオープンリスクプロジェクトザメジャーゴールオブザプロジェクトイットクリエイトフリーアンドオープンプロセッサーフォーエンベレッドシステム、おおほお大きく出ましたね、あ、ちょっと画面変えて、はいはいはい、こちらが、そのトワイライトの SDK にインストールした状態で、うん、はい、ドキュメントのところにそのチップのデータシートもあります、はい、うんうん、でトワイライトは、JN5164 っていう意思を使ってるんですけど、うん、はい、もうデータシートがあって、はい、で、CPU はオープンリスクと書いてあるんですね、あ、オープンリスクのなんか資料が、はい、あ、すげえアーキテクチャーがあるんですね、あ、何が言いたかったかというと、はいはい、あのARM以外のものを見るの珍しいなと思って、ちょっとですね、これ完全独自ってことですよね、あ、完全にそのお手本にしたアーキテクチャはひょっとしたらあるのかもしれないですけど、そうですね、なのでちょっとなんか珍しいな、はあ、私だけですか、ね、珍しいと、うん、あの初めて聞きました、なんかこう語の響きはなんか初めて聞いた気がしないんですけど、でも初めて聞きました、しかもこれあれですね、その CPU というか CPU もそうだし OS も言ってるのかな、OS は入ってない感じですね、この中にはね。メジャーゴールオブザプロジェクト It to create a free and open processor for embedded system。チップのデザインとかオープンリスク。そういうことですかね。free and open RISC instruction set architecture with DSP feature。asset of free open source implementations of the architecture。まあ、ライブラリー、まあ、この辺は、あれですね、ABI サポートのために定義しないとまずいですね。うん。うん、SOC。ああ、なんか、うん、なるほど、現代版スパーク。スパークって何って言われそうですけど。うん、っていうことかな、現代版スパークプロジェクトって呼んじゃったら刺されそうですけど。ああ、スパークもそういえばオープンスパークとかあったんだったな。まあいいや。うん、うん、なるほど。で、それが実際に製品となって、ああ、今でも出ているというところがなかなかすごいですね、これ。モジュールのデータ、モジュールに入っているチップのデータシートだと、うん、この JN5164 ってやつなんですけど、はいはい、まあ、無線モジュールが入っているのとともに、コリリスク CPU、うん、それがあのオープンリスクと書いてある。うん、すごいなぁ、うん、混沌としてるわあれですよね、こんなこと言っちゃうんだけど、あのよく今からやる気になったんだみたいな、今からじゃないのかもしれないですけど、これ歴史あるのかな、これでちょっと古い、うん、ちょっと古いですけど、あのこの製品の企画がすごいとかではなくって、うん、なんかこのプロジェクトが、あのオープンリスクっていうプロジェクトがすごいですね、うん、いやだってあれじゃないですか、あの一番
2強としてインテルと AMD がいるじゃないですか、すでに。うん、でしかもなんか ARM も IP として流行ってる状況で、すごいモチベーションすごいな、どっから来るんだみたいなのもちょっとありますけど、まあそんなの実際のところ人のこと言えないまあこれちょっとあとでまたビデオ別で撮ろうと思ってるんですけどね、まあちょっと人のこと言えないかなと思ってます。いやちょっと ARM 以外の聞いて、ああなるほど、ね、ちょっとふと思いました。いいですね、初めて知りました。そうですね、あとは、最近の動向としては、はい、もう一件ありますけど、ちょっと待ってください、ね、はい、このシグナル R をちょっと試して、はいはいはい、います、はい、まあ、これ一つもう全然モチベーション全く別なんですけど、うんうん、はい、実は別なんですが、はい、その、まあ、フロントエンドで、うん、まあ、見せるアプリケーションが僕はちょっとウェブやらないので、はい、WPF とかで作ってるケースもありますけど、ただまあ複数のデバッグで見たいよねとか、うん、っていうので、まあ、シグナル R リアルタイムに、うん、はい、値が変わるんでかっこいいよねと思って、うんうんうん、でそれを、まあ、ちょっと具体的に何か作りたいなっていう思いがあって、うん、今のシグナル R の状況をちょっと探って、うん、まあ、サンプルを動かしてみたっていう感じですね。はいはいはい、うん、僕なんか1年くらい前にそのシグナル R を .NET コアに移植してるっていうかなりアルファの状況で一回触ったんですけど、あれからどうなんですか、今はどのぐらいそのどうなっているって言ったらいいのかちょっとあまりにもその時の状況を知らないあ、そうそうですか、あれですけど、それはですね、前回の第1回のドットネットフリンジというイベントというか勉強会でカンファレンスで僕が発表した時にまあちらっと触れたんですけど、シグナル R のそのドットエンドコア移植はもちろんやりますと言っていて、で実際そのリポジトリも立っていたんだけど、ヌゲットのパッケージは、パブリックには公開されてなくてマイゲット上に置かれていて、だから使うためには VS から、うん、そこの URL を自分でポイントしてで参照するようにしないといけなかった。で動くのも試したら一応動いたけど、ウェブソケットで接続されてたかどうかちょっとわかんないような感じだったんですけど、うん、でしかもね、なんかその時に上がってた一周がなんか動かない動かないとか言ってみんな動かない動かない動かないんだそうそう、まあ僕やった時動いたには動いたんです、うん、動いたけどなんかいわゆるそのシグナル R に期待されてるようなそのパフォーマンスが発揮できてたのかとかそういうところまではちょっと検証できなかったんですけど、うん、とにかくまあそういう本当にアルファみたいな感じ段階で、うん、その後どうなったのかちょっと追跡してなくてですね。はい、今はですね、うん、まあ、こちらの、まあ、MSD のブログの方で、はいはい、シグナル R の、Core 2.0 向けの、はい、アルファ版出ました。うん、で、まあ、変更点、まあ、ちょっとあんまり私変更点もかなりあるんですけど、うん、があって、で、Getting Started ということで、はいはい、うん、手順がいくつか書いてあります。うんうん、で、先ほど松井さんに言われた、うん、まずどっから取るのっていうところなんですけど、取るのは、うん、ヌゲットでもう取れるようになってます。あれですか、パブリックヌゲットで取れる。はい、パブリックヌゲットが取れます。いいですね、はい、ただし、まだアルファ版ということなので、はい、そうです、取るときにはプレリリース、はいはいはい、つけないといけない。はい、つけないと取れます。それはしょうがないですね。はい、お手軽にできる状態になってます。うんうん、で、まあ、ただ、ちょっとお手軽と今言った直後になるんですけど、はい、このアナウンスのところにある、はい、まあ、アナウンスのところにある、このゲッティングスターティッドっていうのが、うん、まあ、見ても、うん、ちょっと私はあんまりよくわからなくて、ああ、そうですか。はい、うんって、ちょっと詰まり詰まりで、うん、やり方がよくわからなくなってですね、はい、で結局のところ、うん、このビルドの2017の時にも、うん、ですかね、このシグナル R のやり方を、うん、デモしていて、はいはい、こちらですね、はい、ビルド2000、
でこちらだと投資で一通りどんなことやれば、うん、動くものが作れるかっていうのがあるので、はい、でこれを見ながらちょっとやってみました、うん、なるほど。今一応やった画面の操作、サーバー側も CES で書いて、C シャープで書いて、はい、サーバー側は C シャープですね、うん、でクライアント側は JS で、JS でやったんですね、はい、なるほど。で、あと動きましたよっていうのと、うん、まあ、動いたセットがあると便利かなと思ったんで、うん、GitHub の方が、はい、まあ、多いですね、はい、ちょっとよくわかんないところ一箇所あって、何ですか。サーバーサイドは、メゲットでピッて取ればいいんですけど、うん、はいはい、クライアントサイドのスクリプト、はいはいはい、まあ、JS が、うん、はい、先ほどのアナウンスだとこう NPM で取ってくれってなってた、ね、うん、あ、はいはい、よくわかんない NPM で取って、はい、うん、でその中にある、うん、シグナルあるクライアントの JS を自分の、はい、プロジェクトにコピーしてってあるね。はあ。あ、はいはい、あ、なるほど。でそのちょっと作法が分かんないんですけど、要は自分のその ASP.NET のプロジェクトに、うん、まあ、NuGet みたいに、パッケージを組み込んでくれるっていうような機能が、あれ、これビジュアルスタジオにはあるのかないのかっていうのが分からなくて、ね、あくまでも ASP.NET と関係なく NPL の、作法に従って、そのパッケージが導入されるという点では、普通の NPL の使い方でいいはずで、で、確かそこにビジュアルスタジオというか、ASP.NET が面倒を見てくれることは、その JS のファイルをサーバーに配置したとして、そいつをスタティック参照できるようにするためのなんかそういう面倒だけは見てくれたような気がする。うん、標準的なやり方をで、その ASP.NET のその VS 上の サポートでやると、その普通あれじゃないですか、その JS ファイルどっからダウンロードするかみたいな問題があるじゃないですか、うん、クライアントからみたいな、うん、そのなんかパスの位置とかをなんか整合性を取れるようにし、さらにそういう要求がサーバーに来たら、単にスタティックなファイルとして JS がダウンロードされるように、ゲットの要求を処理するみたいなことはやってくれたような気がするんですけど、そこから先はまあ JavaScript の世界ですよね。で、いや、ちょっとね、なんか、うん、ちょっと嫌だなと思ったのが、はい、その NPM で取ってくると、まあ、JS いっぱい落ちてくるわけですよ、うんうん、はい、いっぱい落ちてくる中の、1ファイルだけコピーしてってなってるので、1ファイルだけでいいんじゃないのっていう、それね、多分ね、その話を聞くに、なんか、うん、そのシグナルワールドのチームは最終的にはその辺スムーズにやれるように NPM でやれるようにしようとしてる節がありますね。なんでかっていうと、僕が試した時にはそういうの全くないですよ。 NPM もなくて、なんかここに置いてあるから、この言わないけどポイントしろ、そっちの方が、ね、まあ、まあ確かにね、まあ JQuery とかもね、まあ、そうだったりするんで、CDN に置いてあるからここから引けみたいな、だからね、本当かなと思って、うん、もう何回もね、2度見3度見ね、何回もしたんですよ、はい、本当に NPM みたいなんですけどここにインストール、うん、ですね。その上でこのファイルをコピーです。多分これ、まあ、とりあえず最終的にはそうしたいけど、要するに自動的に、なるようにしたいけど、まあ今はいいやみたいな、後回し、うん、っていうことになってんじゃないかなと思います。なるほど。まだまあどっちにしろ正式版じゃないでしゃあないですね、現状で。そうですね、うん、まあハマりどころのようだけど、なんか入れたしできたけど、なんで動かんのみたいな、なんかエラー出るぞみたいな。ちょっと最近はこんなことやってます。まだちょっと足元もぶつかないですけど、はいはいはい、そのエッジを、ローカル側で動かして、はいはい、で別路線でシグナルがあるで、うん、まあちょっと場合によってはうまく合流して、うんうん、エッジの状態をシグナル R でこうモニタリングするとか、はい、面白いかな。なるほど。あ、そうだ、あともう一個大事なことを、大事なことを言わせてください。連続でこう紹介してたタイニーシーラーがですね、ニュークレオの、ボードで動くっていうのを、
鉱石の方、まあ、ジェイチャーエレクトロニクスのインプロリクスのところをマージされて、動く社会になりました。素晴らしい。はい、そうですね。あの時はまだなんか、まだでしたっけ、あの、まあ、あ、マージ直前でしたね。ああ、もうマージされた。とりあえずもうプルリク出して反応もあったから、そのうちマージされるだろう。マージされました。ああ、素晴らしい。で、あの、全然気にしてなかったんですけど、うん、ファースト、コミュニティコントリビューターっていう扱いで、はいはい、ではあの、GHI の会社外では一人目だっていう扱いで、うん、はい、素晴らしい。ギフトを送るっていうことで、はいはいはい、ギフトが届きますけども、世界で最初です素晴らしい。それは何ですか、こんなギフトが、あの、わざわざ見えないですよ、きっと中身見えないトップシークレット2つ目、基盤がなんか届いたんですよ。あ、はい、がこちら、アルドゥイノですね、フィズっていう、はい、これ GHI さんが作ってる、うん、はい、はい、あのアルディナみたいな、あれですね、フェスシリーズは、ネット MF で有名ですよね。あ、そうですね、うん、ただこれちょっと僕も詳しく知らないですけど、はい、裏がですね、うんうん、いや、それ読めないよ、そうですね、うん、まあ、フェーズって書いてあるともに、はい、tinycl.com って書いてある、小さいですけど書いてあります。 tinycl のこう、はい、一応リファレンス機なのかな。あ、おー、ただちょっとなんとなくアンテナがついてですね、電波飛ばしちゃいかんやつに出てくるですね、なんかこの辺見たような、なんかちょっと見て楽しむ、はい、あ、なるほどここはね、そんなの気にせず送ってくれない。なんで海岸送らなきゃいけないんだと思ってで、あともう一個があってですね、わ、それは何ですか、これは、これはどんなですか。あ、上下反対でしたね、うん、した、これはブレインパッドっていう製品らしくて、その主に教育向けで使える、はいはい、で、まあ、真ん中に CPU が配置されてるんですけど、うん、まあ、周りにあの入力、まあ、センサーの入力系とかディスプレイの出力系っていうことで、こう撮って写真、撮ってあのアップで出るようにしますそのうち画面に出ますちょっとこの辺に入りますいや、ね、それね、ピクチャーインピクチャーやりたいんですけどね、VIHD もその機能あるはずだ。これ見てもらったら分かるんですけど、まあ、見て、要はインプットがどの部品です、うん、アウトプットがどの部品っていうのが一応分かるようにデザインされてる。インプット、アウトプット、ん、どういうこと。要はテンプレートセンサーは、なるほど、はいはいはい、ここに温度センサーの地区があって、温度計の絵も描いてある、押しませんよね、はいはい、あ、そうで出力なんかはライトバルブってことで、はい、ライトの絵が、ああ、なるほど、はいはい、ちょっとそろそろ来ないかな、ワンドライブなんで、来てないかな、あ、写真、あ、ちょっとね、すいませんね、あのワンドライブの写真の中には見えてはまずいものがあるかもしれないんでちょっとだけ隠させてください。これと聞きます、ね、これと、それからこれかな、画面にするの、カメラ、じゃあカメラにする、後ろに映るんです。ああ、後ろはね、あの僕のあの画面だけが出てる、うん、いや、ちょっと僕の画面も微妙だもんちょっと変えます、はい、ああ出てますね、あ、こう、あれ、こう、あ、こうか、ごめんなさい、はい、こうです。あ、今の部分ですか、こっち側、そっちで、ああ、はい、説明できるか、はい、でこれが CPU、うん、ね、はい、CPU で、うん、で、この辺があの温度センサーとか加速度センサーとか、はいはいはい、で右が出力で、まあ、ライトバルブとかあります、うんうん、それがあのどういう配置な、どういう動きをしているか分かるように、まあ、印刷で温度計の絵が印刷されていた、うん、はい、なるほどね、ああ、加速度計で、ボタンもついてますね。そうですね。で、あとここにまあピンがいくつか出てます。これね、なんて言ったかな、なんかちょっと変わった名前の拡張するボードが、海外だとメジャーなんですかね。あ、この上乗るんですか。
この上に小さい基板のセンサーが、まあ、いくつかラインナップがあって、ここにカポッとはめると拡張ができる。これ SPI? ITC? あ、これは SPI ですね。SPI。この名前は。で、こっちは CDR かな。あ、そうですね。あ、なるほど。まあ、そんだけ繋がれば大体何でもいける感じですね。まあ、面白そうですね。はい。無さ、ライトワン。で液晶もついて、これ印刷のこういうデザインがちょっと面白いんですよね、うん、そうですね、変わってますね。ああ、いいじゃん、おもちゃが増えましたね、はい、おもちゃ増えましたというわけでありがとうございます、はい、あ、いや、で、もう一個、はい、こちらケースは、はい、はい、そうですね、CPU がこれです、ね、で、あとアルディーノ互換のピンヘッダーがあります。アルディーノフォームになってます、うん、よくわかんないですけど、なんか無線っぽいのがついてます。謎の無線っぽい、うん、電気入れちゃダメみたいなのもありますね。はい、こちら極めてシンプルですね。あ、そうですね、はい、なるほど、はい、はい、ってな感じです、ね、というわけで、ありがとうございます、はい、はい、JTI さん、ありがとう。はい、そうですよね。はい、というのが最近の近況です。はい、はい、はい。ちなみに、このフェースはもちろん、タイニーシエラル動くはず。あ、ちょっとわかんないけど。動きますよ。一番最初の段階でフェースは、うん、はい、うん。あ、そうですね。あ、さっきの、ブレニーの方は、ブレパッドは、確か 0.6 では対応してたような気がします。ああ、そうですか。じゃあまあ、あれですね。これ結構出たばっかり。いや、なんかこう、基板だけ送ってきて、あと移植よろしくみたいな話じゃないですね。まあ、さすがにね、自社製品だったらね、まあ、やりますよね。はい、まあ、どちらも STM32 なので、うんうん、まあそうですね、そんなに、うん、この辺もデバイスさえなんとかなれば、そうですね、うん、まあちょっと電源は入れてないので、うんうん、どんな感じかなのかなんですけど、はい、うん、ああ、なるほど、この辺なんかあれですね、うん、なんていうんですか、その学生向けに面白いかもしれないですね。プログラミング学習をするみたいなものの題材としてはいろいろ揃ってる感じですよね。一通り、まあ、温度も測れるし、加速度もあるし、なんかその光、ライトもあるし。まあ、これですね、その、まあ、教育向けなので、うん、まあ、どの年代の向けてこうなのかっていうのはあると思うんですけど、うん、パッケージを見ると、うん、6歳から106歳、うん、はい、でここに書いたんですよ、ちょっと見るかどうかわかんないですけど、6歳から106歳106歳?106歳107歳はちょっと、ああ、そうか、難しいですね、うん、いや、どういう基準なんですかまあいいけど、4歳がダメなのかとかね要するにちょっとまだ早い。早い。壊してしまうか。破壊してしまうかもしれない。なるほど。はい。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。引き続き。はい。じゃあ他に、なんか近況とかありますか？まあ、それぐらいですね。うん、なので、ちょっと、これからはシグナルある、はい。やる。うん、はい。あまり動かないで。なんか難しくないですよ、言っても。僕が気になったところは、JSON に出力されるメンバーのシンボル名が、なんか、先頭大文字というか、キャプチャライゼーション。そうそう、うん、は、というか、C シャープで書いた通りになる。で、なんだっけな、ASP.NET で、普通にHTTP のレスポンスとかで JSON を返すときって、ちゃんとあれなんですよ。先頭小文字に勝手に変換してくれたりするんですよ。そのあたりのなんか約束事が若干違うみたいなのをなんか知らずに使うと、あれなんかおかしいとか言ってハマるかもしれないっていうのあるけど、そもそもそのことを知らない人たちってあんまり関係ない話なので、まあそんな難しいことはないかなと思います。なんかね、この間その紹介したメイクコードの中身でも、うん、
ローカライズ対応してるので、はいはい、日本語化とか読み込むことができるんですけど、はいうんうん、あれの対応付けもキャプタライズの処理が入ってて、その文字列のキーワードに対応するのが一致してるはずなのに全然日本語出てないとかっていう、うん、ちょっとトラブルがあって、ね、なるほどね、ちょっとキャプタライズは神経質なんですあのハマりますよ、気をつけてくださいっていう感じですね。はい、じゃあ松井さんの方は、私の方ですか、はい、もう述べることなんかないじゃないですかビデオの通り、はい、ビデオの通りですよ。今結局何回、そうですね、ちょっと、自分でもね、もうわけわからんくらいあ、これ違う、コンパスでした。ね、ここのとこずっとビデオを出してまして、ほぼ毎日ですね、ほぼ毎日出してて、いやこのあの、うん、あ、切り替えた、あのブラウザーのタブが、はい、全部オペコードになってる。ああ、これね、あのこれあのビデオ撮りした時のやつが次々と開いたまま開きっぱなしになってて、ね、はい、そうですまあちらっとそういう話をしときましょうか。ちょっと待ってくださいね。これどれで撮れてるのかな。あ、これで撮れてる、うん、まあそうです。ですね、何を言っているかというと、これじゃないかな、どうだったっけ、あ、再生リスト、あ、これで3本、そうですね、メイキング、あ、ちょっと見にくい、メイキングアーカイブ IL2C ってシリーズをやってるんですよ。で、これ撮り始めたのってちょうど前回あの松岡さんと2人であのビデオ撮りした、まあほぼ直後ぐらいからまあ、やり始めて、まあ2週間ぐらいですか、ね、うん、そうそう、本当はね、僕あのこれをねやりたいみたいなことを松岡さんにあの打診をちらっとしたらなんかつまんなさそうな顔されてああ、まあ一人でやるかまあいや、でもね、あのあれなんですよ、ここまで大変だと思ってなかったんで、はい、楽しくなってきて、あの、まあそれ、いや、そうではないけど、まあ、それは、あの、否定はしない。まあ、いいや。で、このシリーズが今、6の1から始まって、まあ、あの、シャープ6だったんですよね。前回2人で撮ったのがシャープ5だったんで、うん、で、シャープ6だけど、まあ、多分シリーズ化になるんだろうと思って、シャープの6の1から始めて、2、3、4、5、6みたいな感じで、気がついたら、今、23。23まで来ました。だから、2週間で、うん、14日ですよね、うん、で23って言ったら、うん、はい、はい、1日あたり1個以上、いや、そうですね、間違いなく撮ってだいぶ売れっ子な感じ で, そうでしかもですよ、こうやって今見直してみるとですね、ビデオの長さがみんな1時間、まあちょっと40分以上ですよ、2時間44分とあ、これに第20回ね、うん、そうだったんですよ、これね、めっちゃハマりしてて、ね、なんか2時間44分気がついたらなってたみたいな。で、これを反省して、なんか次の回は短くしたんだけど、でもまた1時間20分になってくる。で、これ、あと何をやったのかっていう話をちょっとすると、ですね、出るかな、はい、出ないか、来ないです。をあの取得して、まあ、そのままパスの解析はそのパスの続きとして、解析を続けるみたいなふうになっているんですが、そうではなくて、条件分岐と一緒で、その一旦その分岐先を Q に入れ直します。まあ、無条件分岐の場合は、そのまま次には行かないので、次の IF なので、すぐ下の IF には行かないので、まあ、そこで、っていう流れですね。はい、で、ここには、まあ、多分あの皆さん聞いてるところには音声は今ちょっと音絞りましたが言ってるはずで、で何をやろうとしてたかというと、こいつが、まあ簡単に言えばですね、あの C シャープってあの IL という中間言語を使用するんですよね。で、その中間言語を C のソースコードに変換するツールを作ると。
いうことを、何もないところからフルスクラッチでやるというのを全部ビデオ撮りするという。ああいうとメタデータの情報が埋め込まれます。なんで変わってるんですか。ちょっと変わってるなと思って。変わってるんですか。いやいやいや、で、これ、その、何でしょうね。こう、スキルは上がりますよね。うん、そう。圧倒的に上がると思うんですけど、まだ途中ですか。まあ、途中です。で、見る人のスキルも上がります、ね、上がります。確実に上がると思ってます。というのは、これ、普通なら脳内で考えてることを全部口に出して言ってるんですよ。なので、喋る方もすごい大変なんですけど、つまり僕らみたいな技術者が普段どんなことを考えながら、こういう判断をしたのかみたいなことを全て口に出してます。ジットコンパイルをね、これ本当疲れるので途中でね、喋りが足りなくなることあるんですよ。頭の中でこうだからとかって考え始めたら、はい、これ全部口に出さなきゃみたいな感じで全部喋ってるんですよ。なので多分ね、これはなんか僕はなんかそうであったらいいなって希望的に思ってるんですけど、なんかこうプログラミングの特に論理的な考え方とか、どうしてそういうふうに設計するのかみたいなことに知りたいみたいな、要するに趣味で作っててなかなかこう自分の技術力が向上しないなって思ってる人にとってはすごくいいビデオ題材になることを期待して撮ってる面もあります。でもこれあれですよね、考えながら撮ってるので、なんて言うんでしょう、こういう過程で考えたっていう最短コースを言ってるわけではなくて、ではないです。いろいろこう、うようよ、うおさおしてます。そうですよね。うん、そうですね。だから、ってことは、うん、まあ、あれ、っていうような感じになってると思うんで。苦労がつた。さっきの、鼻毛で見ただけでも。でその上でなんか生成した行動量とか全体の割合がちょっと見ると、なんか面白い。出来上がった理由で要はこの辺が難しいポイントだとか、この辺はまあ別にできるよねみたいな。これが、ね、例えばまあよく言われる話なんですけど、C++ の、C++ っていう言語の設計ってちょうどねここに。ちなみにザマリンはですね、今日ご説明した人には有名、軽く調べてみたんですけど、ザマリンはなんかC++ の設計と進化コードを直接吐くか、うん、これはC++ のメインデザイナーネイティブコードに出すかみたいな選択肢を、ストロストラみたいなものかな、読み方が難しいんですけど、っていう方が書いて、そうの本なんですけど、これね、すごくこんな分厚くて、なんかぎっちり書いてあるんですけど、多分なんでなんかシンプラブラがあんなことになってるって言うと、すごく響きが悪くてあれなんですけど、どうしてなんかこういう設計になったのかみたいなことが、赤裸々に書かれているというか、なので、今までなんでなんかシンプラブラで書いてるときに、ここの構文ってこうやって書かなきゃいけないの、めんどくさい、こうなってりゃいいのにとかいうようなことを応援してもらったんですけど、そういうのの理由が全てここに明らかに書かれているんですよ。それは、こう、なんていうんですか、いかにこう、右往左往したのかみたいなこともなんか分かるような感じで書かれているので、この本非常にC++やってる人もしやってるんであれば、この本はすごくおすすめします。重くて分厚くて高い本ですけど、結構読めます。簡単に、例えば、あるんじゃないですかね、 C++ の設計と進化、ちょっと今引いてもらってるんですよ。のバイナリーが出てきます。ああ、そうですね。バイナリーが生成される。ああ、でしょ。ここまで来ればないですね。出してほしいな。出してほしい。中古しかちょっとないですね。今出てないかないですね。まあ、これは貴重ですよ。今すぐこちらないとダメですよ。配布して。
はい、ようやく時効で、うん、いう感じで、この時にはもうこれ、脱線しましたけど、いうようなあの、ある程度なんかこういろいろ勉強してきたりすると、一体なんでそういう設計にしたのかっていうのが、もちろんなんかこう、ね、サクッとしたあの答えとして、僕らがやろうとしてるのは、とにかく最適なあの設計指針が欲しいと思うこともあるけど、ここで変換する、なんで結局そうなったのみたいなことを知っておくと、そこの理解が早かったりするので、なんでこれはこういう方法とこういう方法とこういう方法があるのに、アイルス C で目指しているのには分かる、まあ、そういうのも的なものなので、まあ、全てあのフルの洗いざらい分かるためにあので、僕そういうのをあの記事までできてることをやろうとはすごいなんかもう面倒くさいなと思っているので、まあいつかやろうとは思うんですけど、まあとりあえずさっさっさっさと進めたいっていうこともあり、なんか進んでこう進捗の感触が自分で得られるようにするために、ああじゃあもう全部頭の中で考えてることも含めて全部映像化すればいいんじゃないかっていう安直な考えから、リソースの小さいものですね。うん、あのそういうデバイスで、うん、あの動ける、うん、動けるものがあまよく、本になる。残念。そんなんで本を貸してくれる人、まあ結局ね、なんかそれあの多分ですけど、このプロジェクトは本当になんかモチベーションがずっと続いたとして、本当の意味での ILS が実用的になれるようにまで、もし消化したとすると、いつぞやの段階で聞くと、まあ資料は書かざるを得ないと思ってるんですけど、資料としてはね、自分でやらなきゃいけないと思うんですけど、それにしてもね、僕このビデオの第何回かで言ってるんですけど、自分の短期記憶って本当どうしようもないのかな、短期記憶力、頭がどうしようもしなくダメで、それどういうことかというのを端的に説明すると、あの例えば誰かと電話してる時に、あのちょっとじゃ あ相手の人が、じゃあここどこそこへ電話し直してくださいって言うじゃないですか。で今から番号言いますよって小さいの4号6番とか言うじゃないですか。電話あ分かりました。電話切る。5秒後に忘れる。まあ、ここいや本当にそうだよ。覚えられないんですよ。全然覚えられなくて、覚えれるようにするにはどうしたらいいかっていうと、なんかストーリー性を持たせないとダメなんですよ。だから電話番号ではほぼ不可能だったけど、電話番号であえて言うのが、なんで1234の5678という番号だったのかみたいな関連付けができないとダメなんですよ。でも今電話をすることは忘れちゃうんで、電話番号は覚えられない。ああ場合によって電話することも忘れますね。電話番号書こうよ。いやだから書くんですよ。あの普段はもちろんやるんですけど、そのぐらいダメなんですよ。でしかも2秒後に忘れるんですよ。電話番号はねって思うんじゃないですか。で電話番号はしょうがないって思うかもしれないけど、あらゆることがそうなんですよ。今はこういうようなツールを使って記録を取る、そうそうそう、でそれで全部しゃべるじゃないですか。しかもその頭の中に思いついた言葉も全て口に出してしゃべるしといて、で記録として撮って、僕なんか自分でこうやって撮ったビデオ、そのさっきなんか1時間とか2時間とか言ってるけど、これをずっと流してる自分で、これはこのためにこういうふうにしたんだよねっていうのを自分でなんか自己レビューしながら、なんかそれで記憶を結びつけてこいつらもでそう考えると大変じゃないですか。だから大変にならないように、なんか気楽な感じでやるっていうのもあの大前提でやってる。あんまりなんかそのなんかキツキツに、なんかこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていうような、なんか気が気にするんじゃなくて、もう緩い感じでやる。その代わり、まあとにかく全部記録して、あの漏らさないように記録して、でまああとでそれを自分で見ながら、なんかあのそのなんか記憶を結びつけていく、あるいは記憶は、まあ、他にもまなんか今の記って、うん、自己レビューみたいな感じ、まあ、そう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 、要は時間が変わるとまたちょっと視点とか出てくるので、その自分を自分でレビューしてる、そうそうそう、やってるんですよ。だって付き合ってくれないの。だってね、ちょっとさ、1日2本以上撮るんですよ。まあ無理なも分かってますけど、分かってるからいいんですけど。ちなみに今は、初回の時に確か、40回ぐらいの完結する。あと2週間ぐらいで。そうそうそう、ツイッターでね、つぶやいたんですよ。あと、なんか、あの2週、あ、違うか。初回の時、ビデオの中で言った。全然終わらないですよ。今23回でしたけど、
ちはっていうと、今ここで何が出て、現在までで、どこまでできてるかというと、まず、イント3人の値、イント3人か、32ビットのイントの値を使って足し算をするというソースコードが出力できるのが確認できています。引数が、それは限定された方ですけど、引数が定義できて、それをちゃんとハンドリングできるというのみたいな文字列を出せ。あと、イント6用に、それから、バイトと S バイトと、ショートと U ショートの値、ハンドリングできる。ということは、まで。あと、ドジの型の処理が。ネイティブの場合は、そうそう。で、あと、分岐ですね。で、分岐は、ちょっと、すべてというか、網羅できてないです、空検証が。だけど、一応、基本的な分岐の動きとしては、出力できるようになっています。っていう段階で、23回なんです。全体でやろうとしているところの、何割ぐらいと。まあ、それと、2割いけばいいとこじゃないですか。2割はいってないようなことじゃないので、何でしょうね、重要、必要不可欠でかけてるものがまだ大量にあり、一言で言うと、例えば、構造タイプ、バリュータイプがサポートされてない、でクラス、参照型がサポートされてない、問題としては2つあるっていうか、基本的な、なんかドットネットを想定できるような、そのクラスを扱えない、そこの中にはストリングも含まれる。でストリームとか、例えばなんかこう、なんていうんですか、ベーシックなところで動けるようにって考えると、例えばデータタイムが使えるとか、なんかいくつか考えられるじゃないですか、URI が使えるとか、あのあたりが全然ない。で、それなら、それもまだいいんだけど、そこを結合するために、その C 側のソースコード、接続とうまくその連携できるようにするためのフラットフォームを、またそれに由来する機能がない。で、逆に言うとそこら辺までサポートできれば、なんか、なんていうんですか、エコシステムの初期段階が出来上がるような気がする。極の発生は、でも、多分ね、それを使うためにはもっと超えなきゃいけない。IL でこういう命令が来ました。それは、開発ツールとしてのディフェンスを上げる。今って、ライブラリの上でユニットテストコードだけでテストしているんですけど、そこを細かく見ていけば、機能拡張で。そうそう、できるようにしたい。もちろんそうなんです。とか、必要な、ライブラリがもしあるんであれば、それをゲットで導入できるようにするだとか、こういうアプリケーションライフサイクルと呼ばれているものもサポートもあるかもしれないし、実用というレベルというのが単価で、法則みたいなので、そういうとこまでやる必要がある。で、なおかつ、それらが実際に、今回ターゲットにしてるのでネイティブコードに落ちて動くっていうのを確認したいので、じゃあ今こいつの PC の上だけでやってるから VC プラプラをターゲットにしてるけど、じゃあ他の環境ならどうなのか、リラックスなのって言ってもいけるのかとか、それから僕らの馴染みの深い IoT ですね、 IoT デバイスにその C を送って動けるようにするにはどうしたらいいのかとかいうようなことをさらにその外側で考えて。っていうふうに考えると、2割にも多少影響してくるんじゃないかな。現状、2割しかない。それが、23回。2割に行ってないだと、大体5倍、そうですね、100回ちょっとで終わるっていう。で、今、僕、100回ぐらいかなって話をしたじゃないですか。あれ、多分ね、100回じゃ終わらないです。終わらない。150回とかになる。この調子でやってると。実際、画面にどうするかっていうのが分かってますね。終わりが80% から。ということは、逆画面に表示するためにコントリフとかそういう関数が存在するという前提で、それもその使い方が分かる。全部とにかくしゃべる、どうやってこのコードを取るっていうのは、それもあって、なんか父として進まないんですけど、これ黙って戻って、クローズドな状態で、一から今の状態に持ってくるって、そんなに時間はかからないような気がするんですよ。多分その途中ね、1個だけトピックとして難しい問題があったんですけど、そこは時間かかってんですけど、でも全体としてこうやってビデオ撮りシーズンに黙々とやってればそんなに時間かかることじゃない。多分ね、1週間半ぐらいあれば、まあ、
近したから、というか今は話したぐらいの話だと知っているだけでも、まあ、やっぱり喋りながらやるとどうしても思われる方もいるかもしれない、うん、ただ僕にとってのメリットは大きいので、まあ、そのあとで自分で一つで、まあ、あのこのぐらいの幅はあるから、ね、でそれぞれクリックに下げていったら、うん、あとはね、うん、なんかあの特にあの今のドットネットコアとかでもそうじゃないですか。何のドットコアが知識がない人がドットネットコアのリポジトリをオンしてきて1からなんか調べ始めて、だから彼らがその最先端で議論しているんだとかに追いつくのってすごく大変じゃないですか。今の時点でさ、そこまで喋りながら全然見えてゼロから始まってるんですけど、まあなんかっていうのを考えた時にこういうビデオがあると、まあ、そのデザインリビューみたいなそのビデオがあるとなんかその理解の助けになるかなという気がするんですね。ということで全体像としてはあれ、I2C、なんだっけ、そうですね、まあ今の I2CPP をモデルで考えるとレビューの初期の頃ってビデオ公開してあんまりなんか理論のところをずっとやり続けるとですね、つまり寄せられた issue のなんか終わりが見えてこなくて、2個ぐらいそれについてで、なんか6、7人集まって、で議論するここも飽きてしまうので、飽きてっていうのはね、MS 内部でやったのを公開したビデオがあって、それを公開するっていうこともすごいなと思って、なんかそのなんか2号機みたいなのを、なんか情報公開の仕方もありだなと思って、それも今回これをやろうと思って、はい、こう形にしていけると、なんか誰が見ても、その、まあ、透明性は高いですよね。大前提として僕が包み漏らさず全て頭の中で考えたことを喋るっていう前提はありますけど、っていうのをやっているので、なんかそのデザインとしての記録が2個作るプロジェクトが、まあ、ちょっと文字化するごときで検索とかできないかなと、それが辛いですっていうやつなんですけど、そっちはですね、結構難航していて、今とこなかなかそのアウトプットみたいなのを出せなくても、まず30時間でね、時間まあそういうのが人だったらなんか4日ぐらいちょっと中間にあげて、まあなんか全体像がこういうふうにこっちの場合見えて、あのぜひ見てください。あの途中でね、かなりなんかこう右往左往してはいます。でも最終的になんか今の実装に落ち着いた理由とかは、まあ見てことで全体像感じに。感じですね。で今後おそらくバリュータイプやるあたりでかなりなんかまた入れるような感じ、そして参照型をやるあたりでかなり考えなきゃいけない感じのことが多いような、はい、あのでこの先なんかボスが何体止まってこの見た目と知らないよくなっていう状況かな。そうそうそう、僕の心の中でも、うんうん、年末のイベントで結果がこう、はい出るのかな、はい、結果なんてなんじゃないですか。経験強報告でこの間マイルストーン2っていう形で単身っていうのを、まあ、ホームページでちょっと、自分のページで流れとしてはちょこっと上げましたけど、その C でソースコードをコンパイルした結果得られた、IL ですねのメタデータを読み取らなきゃいけないんですけれども、まあ、本当に別に何も書いてないですよ。リフレクションを使えば割とサクッと、実はIL のバイトコードもサクッと取れる感じなんですよ。なんで、ね、ちょっとその辺りの話を今日は詳しい情報が多分それだけで変わってしまう可能性があって、でもそれはさっきの話で、経過の記録、まあ、ちょっとごめんなさい。そうこれそうですね、IL 2C 単身ということで、これ YouTube のプレイリストのリンク、それから GitHub のリンクもここにあるんで、ここから飛んでもらうと、特にビデオは1から順番に見たいと思うんだったら、プレイリストからドットネットコアの現対応とか、まあ、いろいろ考えられるんですけど、マイルストーン1につけたんですけど、これも書いたんですけど、マイルストーン決めてないです、まあ、ここら辺で一区切りかなと思ったところをマイルストーンとしているので、あれですけど、まず第4回の時に一応マイルストーン1で、この時はなんかソースコードがとりあえず出た、IL の落ちるのがシール、ソースコードが出たみたいなのがマイルストーンなんですね。IL これ見ると、そうすると、ハローワールド的なシンプルコードの変更ができるって書いてあって、C シャープのこんなコード、1と2を変数に入れといて、それの1と2を足して、で、返すみたいな。こんなコードが変換されるとこんなソースコードになって出てきますっていうのが確認できたという感じですね。
まあ、これなんか皆さんツッコミどころありますよね、うん、なんかなんでローカル変数名前出てないのとか、ローカル変数がなんで4つあるの、ウェブには3つしかないのにとか、いろいろありますよね。なんかこのローカル変数が、ローカル変数2をローカル変数3に入れるの無駄じゃんとか、みんな思うじゃないですか。ぜひ、え、あるでしょ、そのスタック済みの、うん、まあ、ここに例えば、そう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 、うん、そうそうそう、こう、こうなるんですね、うん、これがなぜなのかっていうのはぜひビデオを見てくださいねで、今のがマイルストーン1で、マイルストーン2は、この間第16回の時に、マイルストーン2にしました。これはメイン知らない人型のプラットフォームに存在を回避したくて、っていうのはさっきの1の時にはこんな風にイントはで これでどこのソースコードで見ていると、でもこれイントってコンソール処理系によってサイズが違う、プログラムが16ビットだったり32ビットだったりするので、それ実行するとノブリッジとして返ります。なのでその辺の依存性を回避したくて、エラーレベルみたいなスタンダードイント変数モードというあのヘッダーがあるので、それインクルードする前提にしてるはずなんですけど、もしスタンダードイントエッジがないような処理系だったら、まあ、これを書いてやればそんなに難しいヘッダーファイルじゃないんで、書いてやれば回避できます。感じですね、あと64ビットの整数の足し算のサポート、これをやった理由は、方向性としてどういうふうにすればいいか、足し算をできるように、イント32とイント64の足し算をやるようにできれば、そうすればバイトの足し算はどうなるべきかとか、ショートの足し算はどうなるべきかというのが多分見えてくるので、これをサポートした。まあ、どういうコードになってるのかな、スタックのコードの再利用を含むコードの変化ができる。これね、本当難しいですよ。これがなければ、これ何言ってるかちょっと分かりにくいかもしれないですけど、この前提がなければ結構簡単に変換できるんですけど、つまり、このコードの再利用って何ですか、これを、ですね、今ここに図が拡張機能ですね、拡張機能から。それはビデオもらう。そう、ビデオ見たら、一言で言うと、IL というか CL はスタックマシンじゃないですか。スタックマシンは知ってます。わかりました。要するに、全ての、その操作をするのに、評価スタックと呼ばれているものに、なんかこう、値を積んで、それに対して計算したりとか、処理をさせたりとかしてますね。もうで、このスタックマシンが、スパイからくせ者というかですね、問題で、他の要素は全て型が特定できるけど、今のプログラム実はなんか評価スタックの値って型が特定できるんですよね。メインできるんですけど、いや、できるだろうって聞きながら思ってる人は言うかもしれないんですけど、まあ、スタックの0番目につばらわの値が何型かというのはランタイムしか取っていない。イントの A という変数と B という変数。まさかみたいな型情報をスタック上には持ってない。普通持ってないですよね。持ってんですよ、それが。で、これ何言ってるか分からないでしょ。それはね、ここにちょっと現れてますね。その対応したコードが、これ C の C シャープのコードです。こいつを変換すると今こんなコードが出ます。で、ここになんかこうスタック0イント 32t とか書いてあるじゃないですか、はい、これがスタックを表してる、ローカル変数なんですよ。これはちょっとこれ評価スタックをシミュレートするために、まあ、これを足したんですけど、で前回のコードがどうだったかというと、そうで、これローカル変数だけしかないですから、スタックってここに表れてないじゃないですか。だからそれはどうやってやってたかというと、なんかこれ例えばそのリテラルの値を一旦スタックに積んで、それからローカル変数に代入するっていう2つの IL の命令で実現されてるのをこの1号に変換してるんですよ。っていうことをやってたんだけど、例えば評価スタックに値は積むけど、すぐどこかにそれを置いたりしないっていうような、もしコードがあったら、つまり評価スタックに値を次々積むんだけど、それをすぐに利用せずに後々利用できるように、一時記憶としてスタック利用を使ってね、っていうようなコードの場合、そのスタックの利用される場所とかの特定をするために追跡しなければいけないんですよ。どこで使われてるのか、そのスタックが。で、問題になるのが、ローカル変数には型がちゃんと付けられている。イントとか、ね、あとローカル0について言えばいいイントとか、これはイントです。これはこれだけ使いますよと、スタックにはそれがないんですよ。これ見ると、
ないからどうするかというと、人間が目で見てそれを追跡しなきゃいけない。人間がというかそのやる人が、これはアイル通信がなんですけど、アイル通信がこのスタックに値を積むときに果たしてどんな方だったのかとかいうのを IL の実行パスを解析して、例えばこれ1というリテラルの値をスタックに積みますってなってるんだけど、でもここではイント3に t ってしないと C のソースコードとしては型をつけなきゃいけないですか。とにかくでも IL の命名としては型としてはないまあなんか4つ6なので IL 通信がスタック上の値は型持ってないんですよ。ここからですね、ここからがその IL と思うじゃないですか。ところがそうでもないんです。ここの方はなんかというのはここにスタック上の情報には持ってないみたいな、そう、あの性的な情報として持ってない、感じがそうそうそう持ってないなと思うかもしれない。いやさっき持ってるって話してたから、まあ、結構クリームみたいな、まあまあそういうこと持ってはなくて、そうそうで、でこれ一番スタックに積んで抜くっていうものを C のコードを生成するときに命令です。何もしない命令が何であるのみたいな、まあ概念に、まあ、その深い理由があったりするので、あのここでは何もしないってことでとりあえず無視してくださいなので、何もしないのですぐ次の命令を発生する。で LDCI41 っていう命令スタックに2回積む機械、細かいあの内容はまあどういうものなのかは、まあ、イント 3T の値として積んでる場合と、まあ、イント 64T の値として積んでる場合2つがあるんだけど、 C がまあオブジェクト型って許されないので、これは結局2つ用意するしかないので、同じスタック0の位置なんだけど違う型の2つのローカル変数を用意せざるを得ない。最後 RETなので、ここだと、イント 3T に1を入れるんだけど、それをイント 64T に拡大して、それを保存する場所は同じスタックなんだけど、イント 64T という別のローカル変数に拡大してるなので、となるとローカル変数は同じ場所を示しているのにかかわらず2つにしない。本文はまあここの、ね、この部分別の回で。そう全然大事ですね。っていう、先頭についてこの、そう、これを変え、あの要するに機械的に IL 通信で解析するのがかなり大変です。ラベル、これ多分今、積むところの話をほとんど使ってこうだと。あの、ビデオ見てください。ビデオ長いから。これは全部の命令に IL がつくという、はい、これは IL スパイの判例です。っていうね、おそらくですね、あの実は別に、あ、そうかって今言いながら思ってた人はいるかもしれないですけども、あるんですよ、あの細かいことを言い始めると、なんか僕らなんか、IL 通信、あのまあ、前例としてね、あのユニティの IL 通信 PP っていうのがあるので、皆さんなんか、その、ああ、まあ、IL をあの C++ のソースコードに関するんだよね、みたいな感じで、あの普段話してますよ、まあ、そういう話を。トランスレートの一つの形態として、AOT をやるためには、ここに置いて、その、ものだと直接マイナリコードを作るんですけど、IL と CPP でその C++ に変換して、なんか、すぐ次の行列に行くと、この BRS に皆さんに言いたいな、で、まあ、これは当然できるよね、まあ、できそうだよね、みたいな。深い理由がある共通意識があるので、もうこう、まあ、意味のないコードが現れたら、ね、まあ、そこはちょっと無理していかない。そんなにいろいろ問題があるのかみたいな。しかもなんかちょっと掘り下げるだけで次々と問題が出てくる。それに対してどう考えればいいのかみたいなことがなんかいっぱいある。パッと見同じ値が2個に入っているわけで、メモリーコード、利用コード、コード使う。まあ、あと、そのここから読み取れる情報じゃあ、例えば、なんかここでローカル変数のなんか、ね、最も大きい数あの型に合わせりゃいいかみたいな考え方ももちろんあると思うんですよ。あと、メソッドの定義もあるんだけど、まあ、一つはまあその計算をするのがなんかあの2枚そういうことを全部あのうまくやるのは今すぐやる必要はないかなと思って、それから引数としてもしストリングの配列で R がやってくれるような気がしたんですけど、それを期待してあんまりなんかその高効率なコードをなんかひねり出すというのを、まあ、最初からやらなくてもいいかなと思って、やらなくてもいいというよりはこのドット
ラス頭が追いつきます書かれてこのスラスの定義の中に今これ一言でこうやって今10分ぐらいで話したけどその結論に至るまでにものすごく大変だったんですよ。これ3日ぐらい悩んでなんかそういう結論に至ってるの でしかもその今言ったこうこれじゃあどの方をあのどの方が重複してはいけなくてでこういうに分けなきゃいけないかしかもそなんかここで理解しようと思うとこのままビデオに突入してるんですよ。まあまあそうそうだまあな言うなら とにかく大変大変です。いやあのやってみると分かるけど大変今日もスライド出してください。それは IL 上では明示的にこれあそうですね、はいはい、あの近畿としては大変我々は大変以上その通りです、はい、そうですまあ特にまあ、そうなので、まあ、一番最初の話を思い出すと、23回なんだけど、もうなんか40回じゃないねみたいないう話ですね。当然近況はこれなんか、まあそうなりますね。次回もそう。あと足し算で、あの2週間後に、まあ、計算してるときは、足し算をしてるとか、10日後ぐらいですかね。自分で書いたコードも A 出すときは、なんか足し算をしてるかと、そこで、あの僕、アンプラグド枠をもらったので、そこで、あの、まさに今の、あのメイキングアーカイブ、IL 通信の出張バージョンというか、向こうでビデオ撮りします、みんなの前。なんか部屋がね、60人ぐらい入れる。それ、成立するのみたいな、ちょっと思うんですけど、まあ、ちょっとそういう感じで、あのずっとこうやってビデオ撮りしてきたことの延長上な感じでやります。まあ、ただ、あの、アンプラグラドなんで、あのちょっと、例えばあの雰囲気によってどうするかと思いますけど、基本はなんか IL2C の話でやろうかなというふうに思って。であとはなんか 0x58 とかあればあの参加でしてください。 0x58 っていうのがこの IL の命令についての番号です。公開されてます。で全ての IL に異なる番号がついています。例えば ST61 は 0x58 の LD60 は 0x0 ST60 は 0x とか、まあこんな感じであの全部違う番号がついています。あ、これですね。BRS もゼレックスも。これで。ちなみにこの IL スパイを使っていると、この青い部分っていうのがクリック可能になっていて、これをクリックするとですね。ああ、まただいぶ増えてますね。でも、東京のあのイベントはあの直前になって抜ける人が多いので、あの今のうちに登録しとけば、ポーズアットフィールドって書いてある。まだ大丈夫ね。これあのアットを今クリックしたんですけど、確証はないです。ここでこれのジャンプするの。これ何かっていうと、これここ。見てもらうと、ルーム B で、あのやりますので、システムリフレクションエミットのオフコーズプラスのオフコーズフィールドにこれが定義されている。グラバグさんがあるんで、なんかあのルーム B はあのこの、まあ、黒い霧が立ち込めてるんじゃないかっていう気がしますけど、はい、もう一応内容は。次の表に命令の重要進数を簡単な理解の内容とともにマイクロソフト中間言語アセットを実施します。ぜひ、まあ、このオフコーズについて のヘルプは全部なんか来週は頑張ってなんかビデオ撮りしますけど、KC が58っていうのは、まあ、当日まででどこまで進んでるかとか、アセンブルの形式って書いてあるのはその後っていう IL の名前ですね。こうした方がいいんじゃないみたいな命令の名前がありますとしてもらえると説明として2つの数値があり、あ新しい数値を返すことを追加します。当日お会いしましょう。意味わかんないですねというあ設定でしたというと履歴の移行動作を順番にはというもうほとんど、ほとんど、毎日 IL2C ばっかり。なんかちゃんと、特にこの1週間、そう生活の、あそう日分になってる、まあ、ちょっと来週はね、起きる、IL2C、そうそうそう、まあ、ちょっと来週は別件な仕事はあるので、次のような、今週は特に、バリュー1がスタックにプッシュされます、バリュー2がスタックにプッシュされます。はい、バリュー2とバリュー1がスタックからポップされます。バリュー1はバリュー2に加算されます。結果がスタックにプッシュされます、
オーバーフローは整数演算については検出されませんとか、まあ、なんかいろいろありますけど、あるのかな、分かりませんね。これは、進展なら確実にあるって言ってる。あるけど、話せる内容かどうかは、ビデオ見てください、以上で。ちょっとその説明をします。そんな感じですか。はい、はい、というわけで、まあ今日はね、近況雑談ってことだったので、まあ、ダラダラな感じでしたけど、なんかちょっと次回は中に見たいですね、はい、何やりますか、シグナルある、シグナルある、あもう完璧、いや、まだ次回またシグナルあるのコントリビューターみたいなそれはやらないです、やらないですか、そうです気づいたな気がつきやついたなブルリックしてました、ね、それでなんかシグナルはのステッカーが送られてきましたか、もう多分ね、かなりの方が参加されていると思います、まあまあそうですよね、うん、はい、はい、というわけでまたちょっと、次回どんなネタやるかまだ分かんないですけど、なんか見えますね、次回もよろしくお願いします、はい、はい、ということでありがとうございました、この辺からだな、この辺から